はい、どうも、キョウペイちゃんです。たこ焼き粉でやっていきましょうということで、今回ですけども、セントラルでかくれんぼやっていきたいなと思います。懐かしいね、セントラル。まあ、今回はね、スペシャルゲストをお二人お招きしてるんで、まあ、お二人の紹介は後でするとして、先にね、開始の合図を打っていこう。かくれんぼスタート!さあ、ということで俺はちょっと一旦ね、ここから離れて、みんなには隠れてもらいましょう。はい、ということでね、今回のゲストを紹介していきたいなと思います。まあ皆さんね、もうご存知かと思うんですけど、まああの、小屋ごとね、実況はもちろんのこと、あとはね、バカゲなどの面白い動画をね、たくさん投稿してらっしゃる、ジャモジャムさん、そして、相方のポップさん、このお二人をね、今回お招きして、セントラルでかくれんぼ、やっていきたいなと思います。いやーね、めちゃめちゃ嬉しい、本当に。俺がね、小屋行動の実況を始めた頃からね、ずっと見てた、あの、すごい好きな方だったんで、一緒にね、今回かくれんぼできるということで、もうね、感無量。マジで、本当に嬉しいです。でね、ここで一つね、豆知識なんですけど、ジャモジャムさんのチャンネル名って、ジャモジャムのゲーム実況って言うんですけど、最後にね、びっくりマークがついてるんですが、このびっくりマーク、なんと、全角じゃなくて、半角なんです。みんな知ってるか?知ってるかな?まあ、もしね、知らない人いたら、ぜひ、チャンネルチェックしてみてください。めちゃめちゃ面白いんでね。で、今回のルールをね、簡単に説明していきたいなと思います。まあ、もう皆さんね、ご存知かと思うんで、まあ、簡単に説明すると、まあ、隠れる時間は5分間。で、開始の合図後は、移動は禁止。あとは、全身が隠れるようなグリッチは禁止。まあ、こんなところとなっております。ということで、みんながね、隠れ終わるのを待ちましょう。さあ、じゃあ時間になったんでね、探していきましょう。奥の方から探していこうかな。で、今回ね、ちょっと広いんで、まあ、いつもだったら銃声でね、開始の合図を鳴らすんですけど、今回クラクションで、まあ、みんなに聞こえるようにね、鳴らしていこう。探していくよーん。まあ、ポッピさんからね、めちゃめちゃ自信ありげなコメントをいただいてるんで、まあ、なんとしてでもね、かくれんぼ発起人の意地としてね、しっかりと見つけていきたい。さあ、この辺から探していこうかな。こういう小屋とかもね、ちゃんと隅々まで見ていかないと、今回範囲がね、広いんで、ちょっとした見落としがね、命取りになりかねないんでね、しっかりと探していく。ここはさすがに隙間ないか。この辺からだね、探していきましょう。もうこういう草むらとかさ、こういうとこ、おい、待って、引っかかった。いるいるいる。イエーイ。めっちゃ早い。めっちゃ早い。今回一人目最短じゃない?いやー、いたね。いや、今回怪しいぞ。ああいう草むら。何個かね、多分あると思うんで。まあ、そういうとこもしっかりと探していこう。まあ、こういう一見ね、いなさそうな豆腐とかも、しっかりと探していかないとね、マジでね、広いんで命取りになっちゃうんで、しっかり探していきましょう。いや、セントラルでかくれんぼはね、本当に懐かしい。このかくれんぼシリーズの一番最初の舞台となったのがセントラルなんで、そう思うとね、すごい思い入れがある場所ですね。いやー、あの時はね、いろいろと、まだね、俺も公約行動の実況始めたばっかりだったからね、結構いろいろとね、苦労しました、本当に。待って、開かないんだけど、おー、いたいたいた。いやー、ほんと懐かしい。1年ぐらい経つのかな?そんなに経たないか?まあ、結構ね、昔になるんで、まあまだね、もしかしたら見たことない人もいると思うんで、まあ、もしよかったらね、遡って、ぜひね、隠れんぼシリーズ見てみてください。結構ね、いろんなところ、隠れ場所とかね、あるんで、実践で使えるところもね、あるかもしんないんで、ぜひチェックしてみてください。でね、ちょっと待って、全然いないんだけど、ちょっとどうする?やばい。結構探したぞ。もう15分くらい経ってんだけど、まだね、1人しか見つけられてないっていうね。8人中1人。いや、こっち側で一人しかいねえとかないよね。絶対一人二人見逃してるわ。あ、やばい。すぐ見つけられるだろうなって思ったけど、意外とね、やばい。絶対ここは一人いるだろうと思ってたんだよね。え、いない?嘘!嘘でしょ?いるって言って?誰かいるって言ってよ、ここに。マジ?絶対ここは一人いるだろうなんて、高く食ってたから、ここにいないのはマジでショックなんだけど。伏せてたりしないよね。マジか。やばい。これはやばいぞ。三連マンションはさすがにいないっしょ。まあ、後でちょっと見るとして、一旦ちょっとここはパスしよう。こっちのね、こういう細かいところ。こういうとこ探していこう。ドアの後ろとか、いないか。こっちは?
いや、やばい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 。いない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 。ちょっと待って。嘘でしょ。あ、いた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 。やった二人目。ゲット。おおおお。ぴょんって浮いた。オッケーオッケー。二人目ゲット。いない。こういうとこ。いないか。あ、前回西町でやった時、こういうとこにも一人いたよね。さすがにいないか。さすがにいないよな。いやー、マジ？どこにもいないよ。レストランは一人ぐらいいそうだけどね。あ、でもこういうとこもしっかり。こういうとこも確かあれだよね。隠れられんだよね。なんか、特殊な、あの、やり方でさ、上から落ちて伏せるんだっけか。これもいまいちね、わかんないけど。なんか確か見たことあんだよな。レストランは一人ぐらいいそうだな。いや、てかむしろ一人ぐらいいてほしい。いてほしい願望。いや、だってまだ二人しか見つけられてないからね。やばいんだけど、今回。え、待って、ドア開いてる。お、これはちょっと怪しいぞ。あ、いない。いそうだと思ったのになかった。待って、このレストランさ、屋根上とか怪しくない？ちょっと待って待って待って。こっち側から見てみよう。さっき向こうから見たときはいなかったからね。いないか？いないな。いなかったわ。あー、マジか、やばい。やばくない今回ちょっと。マジで焦ってきたんだけど。マジで焦ってきた。草むらがね、結構怪しいと思うんだよね。直前にね、直前に、本当に、2分前ぐらいに、ジャンポンさんとポッピさんのね、衣装を確認しに行ったら、あのね、ジャモさんがね、竹をかぶってたんだよね。ポッピさんはなんか侍みたいなね、頭してたんだけど、ジャモさんがね、竹だったんで、もう多分だけど、草むらに隠れてると思うんだよね。だから、草むらはね、ちゃんと入念に探していきたい。こういうとことか。あ、いた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 。え、これジャモさんじゃない？怪しい怪しい怪しい。ほい！あー、違かった。まあでも3人目ゲット。残りが5人。さあ、いい感じになってきたぞ。ただもう結構ね、もうこっち側ももう探し終わっちゃうんだよな。いや、今回マジでちょっとやばいかもしれない。いやーん、困ったよ。前この豆腐の屋根上、確か隠れられてたんだよな。いないか。いないね。いないな。この裏もね、前西町のマンションで隠れられてたんだよな。この屋根上っていけんのかな？まあでもいないか。まあもしかしたらちょっとジャンプで頑張ればいけるか。一応見てみる。ほい！うん、いけない。いけないね。ここもいない。ここ一番端っこだよ、この家。もうぐるっと一周なっちゃうんだけど。間違った。いや、やばいって、やばいって。もうこの家でもう一周だよ。嘘でしょー。バス停の中とかに誰かいない？こういうところ、この後ろ、いないか。いや、やば。バス停は？やばい！やばいやばいやばい。もう一周しちゃった。一周して、一周して3人しか見つけられてないっていうね。ちょっとやばいぞ、今回。もう結構くまなく探してきたんだけどな。ワンチャンいないか、こういうところ。ちょっとさ、ちょっとここら辺 OK だろうって、ちょっと外れに隠れてる人とかいないかな。いないか、さすがに。あれ、俺この豆腐見てないな。ドア閉まってるわ。見たとこはね、全部あのドア開けてきてるんで、目印で。あー、でもいないか。うわー、いてほしかった。切実に。ここは？あ、ここも見てない。この家も見てないぞ。意外と見逃しあるもんだな。しっかり見たつもりでも、見てない家があった。やっぱ広いからな。見逃しはあるでしょう。一人いて。だー、いない。だー、いないぞ。いやー、いない。
マジか。嘘でしょ。こういうとことかいない？あ、いた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 。やった。誰だろう。はい。おお、ネギくんゲット。4人目。さあ残り4人。やっと残り半分だぞ。ちょっとこれ見つけられる気がしないんだけど今回。やべ。いやーレストランいないよな。キャーいない。レストランはいない。この傘の中とかいないか。いやー困ったー。どこにもいないよー。この木とか登れないよね。おお、え、いたいたいた。びっくりした。びっくりした。あーやった。ポッピーさんだ。マジびっくりした。全然気づいてなかった。本当に直前まで気づいてなかったんだけど。めちゃめちゃびっくりしたぞ。これこういうとこにいるんじゃない？ジャモさんも同じとこに隠れてるやつないか。いや、マジびっくりした。本当に目の前に現れるまで気づかなかった。いや、隠れるの上手すぎでしょ。ポッピさんやばい。残り3人が見つかりません。どこにいんだろう。もう全部見たぞ。全部見た。もう隅か隅まで見たんだけどな。いや結構きついな。いないよな。ね、またいたいたいた。いたぞ。やったやったやった。あれ、間違えた。やったぜ。オッケー。やった。よしよし、残り2人。いけるいけるいける。残り10分ぐらいか。あと1人を見つければ、なんとか。あと1人。まだね、ジャモさんを見つけられてないからね。ジャモさんを見つけないと、絶対草むらなんだよな。絶対草むら。ただもう草むらという草むらはね、全部もう見尽くしたんだよな。マジか、ちょっとどこにいんだろう。くそー、もう時間だ。うわー、マジかー、二人見つけられず。悔しい。しかも、ジャモさん見つけられず。マジかー、ちょっと、悔しすぎる、これは。じゃあちょっとね、二人呼んで答え合わせしていきましょう。こっち？いや、これ、くまなく見たぞ。どこ？この辺も見たよ。嘘。うわ、見逃したか、ここ。いや、完全にノーマークだったわ。マジか。悔しいよ。おめでとう。やばい、ちょっと待って、ジャムさんもやってしまいそうだ。いやー、おめでとうございます。一人目。ということで、今度はね、ちょっとジャモさんに案内してもらいましょう。いやー、もう、多分今頃どうやってんだろうな。もう竹の、この竹の被り物の上からでもね、わかるよ。今多分めちゃめちゃね、ドヤ顔してるわ。さあ、ということで、ジャモさんがどこに隠れてたか、案内してもらいましょう。まさかのマンション？いや、俺結構くまなく見たけど、このマンションも。ん？屋上？まさか俺が行けないと思って諦めたところ？行けんのこれ。行けるじゃん。行けないと思って諦めてたわ。ジャモさん落ちてるし。また落ちた。かわいすぎる、ジャモさん。マジか。この屋根か。裏側とかに隠れてたのかな。全然わかんなかったぞ。おお、来た。どこ。嘘。うわー、これは悔しい。マジか。あ、間違った。悔しいエモートをしたいのに。ちょっと、なんか、リーンのボタンとかぶってできないんだけど。いやー、マジかー。くそー。いやー、おめでとうございます。
ジャマさん、おめでとうございます。お、C4 で了解です。はい、ということで、ジャマジャマさん、おめでとうございます。行くぞ。いやー、悔しい、悔しい、悔しい、マジで。いやー、またね、いつか機会があれば、リベンジさせてもらえたらなと思います。ということで、今回ね、ゲストで来ていただいた、ジャモさんのチャンネルの方、ぜひね、皆さんチェックしてみてください。面白い動画ね、たくさんありますので。じゃあ、次回もぜひ見てね。バイバイ、ナイフスアウト!